ベンジャミン・リベットは、カリフォルニア大学サンフランシスコ校の生理学者、医師。人間の意識、とりわけ自由意志の問題とか、代わりを持つ、自発的な筋運動の際に観測される、準備電義についての研究の先駆者として知られる。2003年には、クラーゲンフルト大学の仮想ノーベル心理学賞を受賞。 無意識的な準備でニと主観的な運動意思との関係を調べるために、リベットは被験者がある動作を時間通りに行おうとする意思の意識的な経験を記録し、後にこの情報を同じ時間に記録された被験者の脳活動の記録データと比較するための客観的な方法を必要とした。このために、リベットは特別な実験装置を必要とした。実験装置の一つは、 陰極線オシロスコープであり、これは典型的には電気信号の振幅と周波数を表示するための道具である。しかし、わずかな改変を加えることによって、オシロスコープはタイマーとして利用することもできる。いくつもの波を表示させる代わりに、出力は単一の点であり、この点が円を描いて移動する。これは時計の秒針の動きに似ている。このタイマーは、 お城スコープ上に刻まれた印の間を、この点が移動する時間が43ミリ秒となるように、調整された。点の移動の各速度は一定に保たれるので、距離の違いは、その距離の移動に要した時間へと容易に、換算することができる。同時に、脳活動を監視するために、リベットは、脳波形を使用した。脳波形は、頭表のいくつもの点に置かれた。 小さな電極を利用して、大脳皮質の電気活動を測定するものである。大脳皮質は、脳の一番外側に位置し、工事機能に関わる。大脳皮質の両夜間の電気信号の電播は、脳波系の電極間で記録される電位の差を生じる。この電位差は、特定の大脳皮質領域の神経活動を反映する。随運動の実際の時間を記録するために、 前腕の活性化された筋肉の皮膚状の電極から筋電図によって筋肉の運動が記録された。筋電図における運動開始の時間をゼロとして他の時間が相対的に計算された。リベットの実験に携わった研究者たちは被験者におロスコープタイマーの置いてある机の前に座るように頼んだ。脳波形の電極を 被験者の頭部に取り付けて、ある時間内にボタンを押す、一本の指を曲げる、手首を曲げる、などの小さくて簡単な動作をするように被験者に依頼した。この期間内に被験者が何回この動作を行うかについては制限はなかった。リベットの実験例、急速1、脳波が準備デニーを示すに被験者は、 意思決定をした時の点の位置を覚えて報告する3、動作開始実験の間に、被験者は動こうという意思に最初に気づいた瞬間に、オシロスコープタイマーに表示される点の位置を報告するように求められた。ボタンを押すことによっても、オシロスコープタイマーに表示される点の位置が電気的に記録される。記録されたボタン押しの時間と、 被験者が動作をする意識的決定の時間を比べることによって研究者たちは被験者の最初の意思と結果的な運動との間の時間差を計算することが可能であった。平均してボタンを押そうという意識的な意思が最初に出現した時点から実際にボタンが押されるまでにおよそ200ミリ秒が経過していた。研究者たちはまたそれぞれの思考について 動作の時間の前後の脳波の記録を分析した。動作の開始に関係する脳活動は、主に第二次運動やを中心に記録され、平均して、実際にボタンが押される500ミリ秒前に出現した。すなわち、研究者たちは、被験者自身が最初に運動開始の意思を自覚して、報告した時間よりも300ミリ秒も以前に、 運動開始に関係して増大する脳活動を認めたわけである。言い換えると、見かけ上の動作に関する意識的決定は脳内の電気活動の無意識的な増大によって先を越されていたわけである。この脳波信号の変化は準備電位または運動準備電位と呼ばれるようになった。2008年には別のグループによって被験者が 意思決定を自覚するよりも最大7秒先だって、前頭皮質や頭頂皮質に脳活動が認められるという報告があった。一部の者にとっては、リベットの実験は脳内の無意識的な過程が、意思的な動作を真に開始させるものであって、それゆえに自由意思は動作の開始には役割を果たしていないということを示唆した。 この解釈に基づけば、もし、ある動作を行うという欲求を、意識的に実覚するより以前に、無意識的な脳内過程がすでにその動作を、開始するための準備を済ませているならば、意思形成に果たす、意識の因果論的な役割はすべて排除されてしまう。例えば、スーザン・ブラック・モアの解釈では、意識的な経験が生じるためには、 ある程度時間を必要とし、それは物事を起こすことに関わるには、遅すぎる。リベットは、意識的な意志は、拒否権の力という形をとって行使されると唱えた。無意識的な準備礼にの増強が運動として、実現されるためには、意識的な黙認が必要である、とする考え方である。意思的な動作の誘発においては意識は全く関与、しないが、 無意識的によって誘発されたある動作を抑制したり、抑圧するために、意識は役割を果たしているかもしれない、トリベットは示唆した。誰しも、無意識的な衝動を実行に移すのを抑制した、経験はある、トリベットは指摘した。意識的な意志が、主観的に体験されるのは、動作のわずか200ミリ秒前に過ぎないため、動作の抑制のために意識には100から150ミリ秒だけが、 残されている。リベットの実験は、自由意志の神経科学に関する他の研究によって支持されている。意識とは、ニューロンの機能の副作用であり、脳状態の不体調光、随伴現象に過ぎないという見方が示唆されている。リベットの実験は、この理論を支持するものとして受け止められている。この見方によれば、我々自身の行為を、 意識的に生じさせたと我々が報告するのは階層を誤って捉えたものである。しかし一部の二元論者はこの結論に異論を唱えている。要するに原因と意識的経験との相関はその存在論と混乱されるべきではない。意識的経験が どういうものであるかという唯一の証拠は1、認証的な情報源に由来するものであり、そのことは意識とは、神経活動とは別の何か、あるいは神経活動に何かが付け加わったものである、ことを示唆している。二元論相互作用論の視点からのより一般的な、批判は、アレクサンダー・バサイアニによって提唱されている。リベットは、被験者に対して、という衝動が、 事前の準備や、いつ、それを行うべきかに集中することなく、それ単独で出現するのに任せるように依頼したに、過ぎない。バサイアニによれば、還元論的、あるいは非還元論的な、行為主体性理論のいずれも、それ単独で出現するような衝動が、意識的に生じられた出来事の適例である、とは主張していない。なぜならば、人が、 受動的にある衝動が出現するのを待っている時に、同時に、意識的にそれを起こしているということはありえないからだ。このため、リベットの結果は、行為主体性の還元論を支持する、実験的証拠として解釈することはできない。非還元論の理論においても、二元論的相互、作用論においてさえ、全く同様の実験結果が期待されるからである。ダニエル・デネットは、 これに関わったことなる出来事の時間に関して曖昧さがあるためリベットの実験から意思に関する明快な結論を下すことはできないと主張するリベットは電極を用いて準備電儀が出現した時間を客観的に測定したが意識的な決定がいつなされたかを決めるためには被験者による時計の針の位置の報告に頼ったデネットが指摘するようにこれは 被験者にとっていろいろなことが起こったと思われる時間を報告しているに過ぎず、それらが実際に起こった客観的な時間ではない。時計の文字盤から眼球へ光が到達するのはほぼ瞬時になされるが、網膜から外側室状態を通って線上皮質へと到達するには5から10ミリ秒を要する。これは300ミリ秒の時間幅に対してはビビたるものであるが、 それがあなたのところへ届くまでにはさらにどれだけかかるのだろうか視覚信号はどこであれあなたが意識的な同時性の決定を下すためにそれが届けらればならない場所へ届く前にすでに処理されていなければならない。リベットの方法の前提とはすなわち我々は次の二つの経路の交点の場所を決めることができ。 これら二つの出来事は、あたかも互いの同時性が決められるような場所で、隣同士で発生する、というものである。リベットの、刺激と感覚に関する研究に基づいた、初期の理論は、後ろ向きの因果関係の考えのように見えたため、パトリシア・チャーチランドなどの一部の論者にとって、奇妙に映った。我々は、ある感覚の始まりを、 最初のニューロン反応の瞬間にまで、後から遡って捉えるということをデータが、示唆しているとリベットは唱えた。リベットの刺激と感覚に関する仕事に対して、人々は様々な解釈を示している。ジョン・エックルスは、リベットの仕事を、非物理的な精神によってなされる、時間軸上の後ろ向きの過程を示唆していると捉えた。エドアルド・ビシアチは、 ネックレスを変更していると評したが、このように記した。これは、実際のところ、著者たち自身が、読者に進んで、押し付けようとしている結論である。マッケイがリベットとの討論で示唆した、主観的な、時間軸上の後ろ向きの参照は、被験者がタイミングを報告する際に陥った、錯覚的な判断によるものではないかという説明に、リベットらは反論している。 より重要なことに、リベットらは、彼ら自身のデータに基づいた、同一性理論について、重大だが、克服可能な困難を示唆した。リベットは後に、主観的な感覚の時間軸上の後ろ向き参照を、媒介する、あるいは説明するような、神経機構はなさそうである、と結論した。リベットは、誘発デミは、時間マーカーとして機能すると想定した。 誘発デニーは、皮膚刺激の約25ミリ秒後にふさわしい脳の感覚領域に出現する鋭い、性のデニーである。リベットの実験は、時間軸上でこの時間マーカーにまで遡るような、自動的な意識的経験の主観的な参照が、存在するということを示した。皮膚の感覚は、皮膚刺激から約500ミリ秒が経過しないと、我々の意識に上らないが、 我々は、主観的には、この感覚が刺激と同時に起こったように感じる。リベットにとっては、これらの主観的な参照は、脳の中に対応する、神経基盤のない、純粋に精神的な機能であるように見えたようである。実際に、この視差は、以下のようにより広く一般化することができる。ニューロンのパターンから主観的な表象への変換は、 ニューロンのパターンから生じた精神の中において発達するようである。精神的な主観的機能についての私の見方は、それは適切な脳機能の性質が現れたものだというものである。意識的な精神は、それを生じる脳過程がなければ存在することができない。しかし、脳活動からこの物理的なシステムに特有の性質として出現しておきながら、 精神は、それを生み出した、脳神経の中にははっきりと認められないような、現象を示すことができる。晩年、リベットは、精神が、物理的な脳からいかにして生じるかを説明するために、精神上理論を提唱した。この提案の動機は、主観的意識体験の統一性の現象、意識的な精神機能が、神経活動に影響する現象、 が主な2点であった。ロチェスター大学の神経生物学と解剖学の教授、ロバート・ W ・ドティ博士は次のように述べた。ブリストルの西イングランド大学の客員講師、スーザン・ブラックモア博士は次のように述べた。ありがとうございます。